はい、皆さんこんにちは、トン吉です。今日はですね、6月19日に購入したこちらのアンカーの5000円以下最強ワイヤレスと言われている、サウンドコアライフ P2、 こちらの機種ですね。こちらの機種についてちょうどね2週間ほど使用したので、今日はこのレビューをねしていきたいと思います。なんかね、気がついたら2週間経ってて、ちょっとね自分でも驚いてる感じなんですけど、だいたい毎日2時間ほどこちらを使用して、自分が気になったこととか、その辺をね素直にお話ししていければというふうに思います。じゃあ今日の動画行ってみましょう。はい、ということで最初にですね、前回動画の修正からちょっとお話しさせてください。で、前回ですね、これ完全ワイヤレス型のイヤホンということで、右側左側どちらでも親機になりますよというような説明をしたんですけど、こちらの機種はどうもそうではないらしく、右耳のイヤホンが親機になって、そこから左耳に飛ぶそうです。で、逆に左耳だけ使うときは、左耳の電波を拾って改めてペアリングするっていうような仕様になっているようなので、完全にね、どちらとも親機になるっていうタイプではないそうなので、その点だけ、ね、前回の動画を訂正させていただければというふうに思います。はい、ということでですね、ここからレビューに入っていきたいと思います。気になったこと全部で8項目ぐらいに分けてね、お話ししていきたいと思います。ざっと話していくのでね、ついてきてくださいね。で、まず一つ、装着感です。で、装着感については、前回ね、細かいの見ていただいたんですけど、本体の形がこういう形のインナーイヤーの形になっています。そのためにこんな感じで耳の中に突っ込むとですね、もうほぼね、ずれることはないです。ランニングなんかでね、使ったりもしましたけど、基本的には落ちることはなかったです。ただですね、こちらの本体、今ですね、ちょうどいい比較対象がないんで、Apple の有線のイヤホン、イヤーポッツっていうのありますよね。これと比較した時に、この本体の大きさっていうのがね、結構ね、やっぱ大きいんですね。なので、こちらをつけているとものすごくね、イヤホンつけてますよという感じがしています。中のイヤーピースは大きさを変えられるので、そこの圧迫感っていうのは軽減したりすることができるんですけど、ここの部分かな、このおそらくバッテリーとかが入っているこの部分が特にね、耳の周りに当たって、ね、結構痛くなったりする人がいるんじゃないかなと思います。で、僕の場合は1時間ぐらいつけてると、この辺で耳が痛くなったり熱くなってきたりするので、だいたい1時間ぐらいを目処に、それを超えるときは一度外して、しばらく休んでから使うっていうような使い方をしています。はい、そして2つ目です。2つ目は接続性についてお話します。接続性については、これね、一度接続するとパカッと開けて、このイヤホンを出すとですね、スマホの方に簡単に接続がされます。で、これね、非常にシームレスでいいなというふうに感じています。で、この機種は左耳だけ、右耳だけの片耳使用もできるし、片耳から両耳に切り替えたりっていうのもできます。で、そのね、切り替えっていうのも非常にシームレスで、僕特に片耳でポッドキャストなんかよく聞くんですけど、非常にストレスなく使用することができました。この点はですね、今回この商品を買ってよかったなと思う一番のポイントです。で、地味な点になるんですけど、こちらのワイヤレスイヤホン取り出した時で、ペアリングした時で、ペアリングを解除した時、それぞれのサウンドっていうのが設定されていて、今このワイヤレスイヤホンがどういう状態にあるのかっていうのはね、非常に分かりやすく作られているのかなというふうに思いました。前回動画で AirPods と比べると、この接続性については悪いんじゃないかっていうようなことをお話ししたんですけど、実際にこれだけ利用して1日2日っていうふうな感じでずっとね使ってると、そんなに、ね、気にならないレベルだっていうことに気づいてきました。なので、めちゃめちゃ接続性急ぐっていう人以外はこれで十分安定した接続ができると思います。この2週間あんまり人混みには行ってないんですけど、このイヤホンつけたまま外に出たりもしたんですけど、一度もね、このイヤホンとの接続が切れるっていう経験はしたことが今のところないです。なので、接続安定性っていう分でも非常に安定した商品だとは思います。そうそう、でね、接続性の絡みで一つお話ししておきたいのは、こちらの商品はマルチペアリングっていうのが非対応です。なので、Android で接続していて、こちらの iPhone でも接続するっていうのはちょっとできないんですね。なので、こちらにペアリングしていると、一旦こちらを解除して、さらにこちらに接続し直すっていう手間がいるので、これはね、ちょっとめんどくさいポイントかなっていうふうに思います。はい、そしたら3つ目です。3つ目は音量音質についてです。で、音量音質については前回動画で、ワイヤレスにしては十分大きいですよというお話をしてます。もう本当にその通りだと思いました。過去にこういう機種 4、5台利用してるんですけど、数千円レベルのものとの比較にはなりますが、結構ね、
その中でも音量としては大きい方だと思います。ただ外に出た時に、まあ、ちょっと片耳とかでつけているとやっぱりですね、環境音に消されてしまってちょっと音はちっちゃいかなっていうふうに思います。ボリューム的にはね、結構上げていかないと聞こえないと思います。まあ、上げれば聞こえるっていう感じかな。で、音質の方なんですけど、音質って非常に人の好き嫌いがあるんで、僕個人としての見解を言うんですけど、普段ラジオベースとかポッドキャストベースで聞いてる分には全く音質は問題ないです。で、音楽もAmazon Musicの無料版なんかもよく聞くんですけど、こちらでね使ってる Apple のイヤーポッドと比べてもやっぱこっちの方が低音とかドンシャリ感というかはしっかりあって、こっちの方が音楽聴いてる感じはします。なので基本的にそんなに音にこだわらないっていう人はこちらの音質で十分なんじゃないかなっていうふうに思います。他の方もこちらの音質結構いいよって言ってる理由はその辺にあるのかなっていうふうにも感じてます。はい、そしてバッテリー性能ですね。で、バッテリー性能はイヤホンとケースそれぞれバッテリーがついてて最大で40時間ぐらい稼働するってことなんですけど、これはですね好評通りだなっていうふうに思いました。2週間毎日、まあ、2時間ぐらい平均してそれぐらいかなと思うんですけど、充電したのは1回だけでした。で、しかもね空っぽになったから充電したわけではなくて、ちょっと自分が気になったので充電したっていうぐらいです。で、今はもうほぼフルフルに入っているんで、全然ねバッテリーについては困らないかなっていった印象です。充電1回しかしてないんですけど、やっぱりですねこれ USB-C の充電口があって、このためだけにマイクロ USB を準備する必要がないっていう点はね非常にいいなと感じてます。はい、そして5つ目、携帯性についてですね。これ持ち運ぶときにどうかっていうことなんですけど、これですね皆さんの映像的にどう映ってるかわかんないんですけど、結構ね厚みがあるし長さもあるんですよ。これポッケに入れるとね結構存在感を感じます。なので邪魔になると思います。僕の使い方としては基本的にはカバンの中に入れておく、もしくは上着にポッケがあるものだったらポッケに入れておくとかね、そういう感じの使い方をしてます。結構毎日持ち歩くものなんで、個人的にはもう少し薄型にするとか小さくコンパクトなケースにしてもらって、バッテリー時間を減らしてもらった方がもっと使いやすかったんじゃないかなっていうふうに感じています。はい、そして6つ目です。で、6つ目はですねこちらのケースの汚れ具合ですね。汚れ具合はですね結構正直言って汚れます。具体的にはホコリがつきやすかったりとか、あとは油汚れ非常につきやすい状態です。特にこれ黒色だからっていうこともあるんですけど、汚れが気になるなっていう方は、この機種に限らずですね白色ベースの本体にしておくか、こまめに拭くものを持って拭いてあげる、そういう風にしてあげた方がいいと思います。はい、そして7つ目です。7つ目はマイク性能についてお話ししたいと思います。先日から数回にわたってこれをね片耳に挿して電話をしてるんですけど、結構ですね使い物になると思ってます。普通の携帯の通話もそうですけど、ビデオ通話にも使いました。で、特段ね相手の方から指摘されることはなかったので、マイク性能としてはいいのかなっていうふうに思います。で、ただですねプレフィック電話って言って、よく電話番号の頭に 何々何って数字をつけてから発信すると30秒20円が10円になりますよっていうのサービスがあるんですけど、ちょっとねそのサービスを使うと音質が下がるんですね。その通話をした際に一度ちょっと音が聞き取りにくいとかいうことを指摘されました。なのでプレフィック電話系を使う方はちょっとだけね注意した方がいいかなっていう感じです。で、皆さんあんまり使わないかもしれないんですけど、ちょっとイレギュラーな利用の仕方として、僕最近こちらを YouTube ライブでね使用しています。でね、思いのほか音質も悪くないし、音量自体はねいつもこちらの Apple のイヤーポッツ有線のタイプでやってるんですけど、こちらでした方が音量が確保できたりとか、まあ、音質もねそこまで悪くないのかなっていった印象を受けていて、結構ですね配信の時に役に立つマイクとして今利用してます。ライブ配信とかにも案外使えるんじゃないかなっていうような気がしてます。はい、そして最後の8個目ですね。8個目はですね音質の遅延についてです。前回ね、こちらにある Windows とかだと結構遅延が気になって、Android とかだと遅延は気になりませんよっていうことでちょっとお話ししてたんですけど、その内容についてはあんまり変化はないです。ただですね、前回検討しなかったゲームについて、今回この2週間の間試してみたんですけど、ゲームについては Android スマートフォンでもすごい遅延があることが分かりました。まあ、野球ゲームなんかやってるんですけど、こうバットをねキュッて振ってボールに当たったパコンっていう音が結構遅れて聞こえます。なので、まあ、音ゲーとかそういう系にはちょっと向かないかなと思います。
YouTube とかはそんな気になるほど遅延感じないんですけど、やっぱりそういうリアルタイム性というか求める音楽とかはちょっとおすすめできないっていうところですね。はい、ということで以上はですね、2週間僕が使ってみて感じた内容になります。今話した中には結構ねいまいちかなみたいな感じの内容もあると思うんですけど、はっきり言って僕今回これ3999円で買ったんですけど、この価格でここまでの完成度で仕上がってるのは確かにですね、もう買いなんじゃないかなっていうふうに思います。4000を切るタイムセールの価格なんかを見つければ即買いしていいレベルなんじゃないかなと思います。数年前まで似たようなこういうワイヤレスイヤホン買ってましたけど、接続性も全然違うし、バッテリー性能も違うしっていうところで、生活の中で使いやすい形にこうね作り上げられている機種だと思うので、ワイヤレスとりあえず入門してみたいとかっていう人、あとはそんだけ音質にこだわらないしノイズキャンセリングいらないしっていう人であれば、これはね買っていい機種じゃないかなっていうふうに感じました。正直ですね、この価格でこの完成度はえぐいと思います。はい、ということでですね、こちらのアンカーサウンドコアライフ P2 2週間使っての感想でございました。ちょっとでもね参考になったなという方があれば、ぜひいいねボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。